東京新聞、あと、質問とかって紙を読みましたか？読まれました？啊，这样的，我们这边的话，之前给您提交了一个就是采访纲要的一个有关的内容啊，文字上的，黄子维先生那边送过来，不知道您看到没看到？有看到，有看到啊。OK， 那我相当啊，民主主义の未来というテーマで取材を考えてますので、よろしくお願いします。啊，因为我们这次也是在文字里边给您介绍过，主要就民主主义的未来这个大的方向嘛，想跟您那边听取一下您的宝贵的意见看法。很乐意。喜んでます。はい。では早速質問を始めます。那现在我们开始的话就问题的那个按大致内容给您那边一个一个提一下。然后是这样的，因为他这边日语的话还是难一点，我这边是中文，可能把那个给您念一下。然后您方便的话，然后您按那个顺序回答。然后可能有些难的地方，我再给他翻译一下。大致是这样，应该可以不可以？好的。嗯，那如果有追问的话，也就很欢迎随时提出追问，不一定要被这个访纲所限制。哦，だから質問、まあこういう書いた内容以外にも、もし他に何か聞きたい話はぜひ聞いてもよろしいというわけなので。あと一般読者が分かりやすいように、できるだけ分かりやすく具体的に答えていただけたら分かりやすく。这样，他有一个这边的一个想法，也是我们社里边的一个事情，就是因为您这边是那个就是相当于日本的话，就是数字大臣嘛，就是技术方面非常厉害。然后，但是就是这样，因为一般的我们这给报纸的话，都是给一般的普通那个市民看的，尽量的话，希望让他们更容易理解您这个观点和您的想法。所以说有些。比较专业的术语啊，就是稍微请您简单一点，或者说您可以再说的长一点，让我们那个好理解一些，就这样。我会尽量不用任何就是专业技术性的一些词汇啊。だからだけでもそういうのは避けて、もっとわかりやすい言葉はまあやめ。あ、よろしくお願いします。あ、それでは始めます。オードリーさんが考える IT 技術を活用したデジタル民主主義というのは一体どのようなものですか？大致上还是按我们给您提交的采访纲要的问题。第一个的话就是，首先是您一直所提倡的充分利用 IT 技术的这个数字民主，具体的话它的构想和内容大致是什么样的一个情况，请您介绍一下。我待会儿是会用比较短的段落，然后我讲一个小段落，您就先翻译，这样可以吗？OK， 谢谢。我们在中文上，在台湾我们是说数位啊，数位民主。那但是不管是说数位还是说英文的 digital， 它的意思对我来讲都是把人跟人联系在一起，而不是我们一般说的 IT， 就是资讯技术。在你们那边叫信息技术嘛？主要是把机器跟机器连在一起。所以我想我不能说是所谓的 IT 大臣，说是数位大臣是可以的。あ、じゃあ、だから今、パンさんおっしゃったのは、今、私はもうデジタル大臣と言われたことは、もう、ようなものなの。でも実際は、私は一番大事するのは、物と物をつなぐ技術じゃなくて、もっと人と人をつなぐそういう方法としては利用される、そういうデジタル技術というそのものなんです。那在、民主的过程里面、最重要的一件事情就是互相倾听，因为如果不能互相倾听的话，那么社会上各种不同的立场往往会被民主的这个进程这个过程把它描绘成好像51%的人赢了，49%的人都输了等等这样的情况。だから民主主義というまあそういうまあ内容の中には別に例えば選挙の話は 51% の人を勝った、じゃあ 49% の人を負けるというわけじゃなくて、民主主義はいろんな立場に立つ人間はお互いは意見交流するそのものなのですが、大事ではない。而为什么这样呢？就是因为在以前的代议民主制里面，人民可能2年一次也好，4年一次也好，只能上传相当于每个人大概2个位元、3个位元这样子的平宽，就是投票了。那因为这样的关系，我们对于社会问题、对于政治问题的比较完整的见解，往往没有办法充分的被这种方式来分享。だから今までの普通の選挙制度としては、市民一人一人自分の票を通して自分のその代表を選ぶそのもの。でも代表を選んだからその後は決められるものは別に自分はもう干渉できない範囲になったので、それはちょっと問題だ。それ今、
最后一句，所以借着数位技术的辅助，我们就可以确保说随时随地每一天任何人有任何关于这个社会事务或公共事务的好的想法的时候，这个想法从他提出到社会上扩散到政府把它做成政策的这个进程，不需要等两年，也不需要等四年，可以在甚至24小时里面或最多60天里面就成功的把它实践出来，让不同立场的人找得到共同的价值，这个就是数位民主对我的意义。だからデジタル民主という私にとっては一番最大の意義になるのは、今までの選挙制度は一人一人を選ばれた選挙の代表は2年か3年かはその人気あるんですね。人気があってからまた人を選ぶの可能な、でもその人気中には何か問題があったら全然はなんか干渉できないみたいな問題で、だから今デジタル技術を利用すれば24時間でも1時間でも問題なんかになった場合は民衆は一般市民は全然自分を声出しては全く可能な、もちろんなんですよ。それと絡んで2度同じだと思うんですけど、現在の選挙で代表を選ぶ民主主義の問題点は、そしてデジタル技術をどのように活用して民主主義を深めるより良いものにすべきだと考えますか？啊，所以说也是因为就刚才您介绍的这个数字民主嘛，就涉及到第二个话题，第一个提问的问题，就是现在社会中的话，因为是以选举方式来选举民意代表的这一个民主主义制度中，确实存在了一些不足和问题嘛。您觉得这具体是哪些？另外就是如何通过充分利用就是您这边提倡的这个数字民主的技术来进一步完善民主主义制度，然后为大众谋求更好的诉求还有结果，就这样请您再介绍一下具体。我想任何一个民意代表就算他非常非常多的时间投入于倾听他的选区的民众，但是基于他本身的个人的经验也好，或者是他的可用的时间也好，其实不太可能说他的选区里面所有的民众的声音都能够很充分的透过他来在议会里面或者是在民主程序里面表现出来。所以某种透过直接的参与来再现每一个人实际的这些想法跟感受的方式，就可以弥补这个代表其他人的不足。那在英文的话，我常常是说 represent， 可以去补充 represent 的不足。啊，这样。だからさっきおっしゃったのは、やっぱり民あの市民一人一人は票として選ばれた代表は、たとえいくら真剣に仕事を真面目にやったとしても、やっぱり人は限界あるんですよ。自分の時間でも、自分の勢力の力でもね。だからそういう限界あるという以上は、やっぱりオンラインのそういう技術を利用して、同時でも、いくつの場所でも、全然は利用する可能なので、みんなのそういう交流まで。举例来说，在台湾，只要有5000个民众透过线上联署的方式去设定一个议题，从逐步的禁用塑胶吸管在内的一次性的餐具，到增加在离岛或者是比较偏乡地方的医疗的这个权利等等各种各样的议题，他只要一成案，就是超过5000人联署，那么在2个月之内，最多该管的这个部会的首长就必须要逐点的去回应。而如果他是跨部会或没有部会愿意来处理的话，甚至我们办公室也会去实际到那个地方去进行协作的会议。那这些都是去让民主的频宽增加的一些方式，但是在中间我们并不是排斥掉在地的议员或者是立委，而是也邀他们进来这样子的讨论。だからもっと幅、広い、そういう民主はみんなの普通の一般市民利用できるような環境を作るためでは、たとえとても小さい島にいる、その農民たちの医療制度どう改善すればというような話は、たとえ5000人以上のみんな署名することは可能であれば、じゃあこういうテーマとしては必ず行政上の討論テーマの一つになるという制度を実には台湾できたというわけなので、もしもなんか困難とか問題あったとは、うちの事務所は必ず手を出して、いろんな方法は考えています。
那这个这样子最后一句这样子形成出来的共识就不是非常精细，但是是大家都觉得啊，虽不满意但可接受，这样子一种价值上面我们叫做粗略的共识，或者说 rough consensus。 这样子的好处就是政府不用自己什么都管，而是市民社会里面任何人有新的想法的时候，只要他是在这个价值之下，他就可以自己想出更好的方式去普及这个共同的价值的递送。だからあもう一つこういう制度 の、まあ、そのデジタルを利用して民主主義の幅広いなんか、まあ、利用する価値は利用するのね、あのメリットとしてはもう一つありまして、これは行政政府でもやっぱり自分の限界があるんです、うん、あの力ある場所はいいんだけど、力ない場所はどうしてもやっぱり一人一人は 自ら参加する意思は一応出してくれれば一番ありがたいじゃないですか、うん、だからこういうなんか参加意思あるみんなの市民一人は自らそういうやりたいという気持ちでやっていくという方法を調整するような制度になったので、だから自分を参加できるようなシステムになる。これはみんな力を揃って、まあ、どんな事業でも必ず考える。あの、ちょっとじゃあ次、あの、はい、例えば台湾であった マスクの地図。あれはその一つの例と言っていいんですかね。啊，这样，它有一个小小的追问啊，占您点时间啊，就是像您刚才介绍的，就是民众都可以自发参与的，这是最好一个，就是咱们利用数字技术的一个优势。所以说，在疫情期间的话，有一个咱们就是口罩的一个活动嘛，咱们也是，对对对，您可以说这也是一个比较成功的一个例子。可以这样子说，因为毕竟民主不是只是影响政府的决策，也包含市民社会用各种各样的方式做出对公众有利益的一些做法，这个我们叫做社会创新。好比像说在台湾，现在很多人是因为口罩是彩虹色的，或者是口罩是粉红色的，而更愿意戴口罩，那这当然也是很好的社会创新，也有助于流行病的预防跟维持。あ、だからあのその民衆は一人一人は参加できる政治民主制度としては別には必ず大きな政治判断というわけであって、うん、ちょっと小さい市民はみんなには有利な、うん、まあ、プラスになるなんかちょっと小さいところでもちゃんと雇用システムを利用できると私はずっと信じています。例えばこのマスクのような話で。但是对不起，对，还有一句，但是在维持这样子的预防能力的时候，很重要的就是每一个人都要知道说这个的后面的科学的原理是什么，为什么戴着口罩保护自己的嘴啊脸啊不要被自己的手碰到，这个是有价值的有作用的等等。所以我在讲的不是只是说民间有一个好像很流行的一个卖口罩的方法，或者是一个大家取得口罩的方法，更重要的是在这个中间让我们的科学知识的传播变得有趣，那这样子科学的传播就比谣言的传播要来得快，这个是一个基本的它底下的一个基本条件。だからあの例えばマスクの話といってもね、もっとあの根本的な、まあ、方法の一つというと、やっぱりあのみんなできる一般的に利用するのももちろんそれです。あとね、もっと科学的に、まあ、マスク自体はどういうものか、うん、のなんか知識を補強するようなそういう、まあ、リードは、うん、確かにこのデジタル企業を利用する方法の確かにできた価値です。うん、じゃあ3番に移ります。もうじゃあこれもう3番。ああ、な、现在我们可能第三个问题再跟您再提一下。嗯，でもこれ読んじゃって3番。啊，没意思。啊，这样的第三个问题的话就是这样的，是实际上因为特朗普总统就是之前的美国的前任的特朗普总统的话，他的政权的四年时间的话，不仅是在美国的国内，然后在全世界的范围内呢，出现了比较严重的社会的分化还有分裂。美国国内的话之前也是刚刚的国家的议会大堂被袭击啊，这种很严重的事态，包括在缅甸的话一度出现的民主政府也被军事政变推翻，然后有一部分学者指出啊，这也是某种意义上可以看出来是现在民主主义的一种局限性。所以说您怎么看呢？如果为了克服或解决这些现实中的问题，我们应该采取什么样的对策然后来处理？我觉得最主要的方式就是要深化民主。如果大家
市民社会已经有很好的想法，但是受限于两年一次或四年一次的选举制度，在这个过程里面没有办法很好的把他的想法跟不同的立场的人的想法融合成刚刚所说的粗略的共识的话，那当然就会去选择一些比较在民主程序以外的行动方法。所以像我刚才所说的联署制度，就是用网路去替代马路，不是说我们剥夺掉大家上马路抗议的权利，而是说大家上马路抗议之前，是不是至少在网路上面先就事论事的从部长那边先取得实际的状况，以及先凝聚出协作共同的意见，那这样要抗议的还是可以抗议，但是至少就是往有建设性的方式来抗议了。明白你的意思。今おっしゃったのは今ね、やっぱりアメリカの政府はもちろん、まあいろんな問題は確かに民主主義としては限界は見えてくるというわけなので、私今主張したきたそういうなんかデジタル民主そういうものはね。こういう改善するためには確かにいろんなメリットがあるんで、特に今ね、言いたいのは、今までの民主制度の問題ってさっきおっしゃったのは、選挙そのものは、やっぱり代表は2年か3年間は交代するわけなので、この任期中の問題はどう解消するのか、処理すればなかなか難しいではないとみんな思ってるんで、今までね、普通の市民たちは、もしなんか問題があったら、トラブルなんか場合は、自分はなんか文句を訴えるのはもちろんあるんで、でも路上に出て、デモにいたり、なんか抗議いたり、それは全くね、いろいろやってるんで、もちろんそれは間違ってると言ってないんで、でもまずは建設的ななんかそういう交流とお互いなんかそういう意見交換もしできればもっといいではないかと思う。だから路上の形よりはまずオンラインという形で、まあ、意見をお互いなんか交流するのは、いい方法と思ってるんで、だから正常な意見交流交換をするで、また、まあ、政治とかそういう判断をする。对，那最后一句就是，因为这也是一个客观环境的改变，在以前有网际网络跟行动装置普及以前，人民跟政府这种互动的方式，虽然说频宽并不高，但是人民跟人民之间组织的速度也并没有那么高，所以还在可以接受的范围里面。但是现在因为社群媒体的关系，人民跟人民之间互动的频率变得非常的高，所以当政府跟人民互动的频率没有跟上的时候，就会有一种好像一定要采取比较激烈的行动的这种感受，所以当然是把民主的时脉调快，而不是去逼着人民说不能够快速的彼此互动。今おっしゃったのは、やっぱりネット技術とかデジタル技術の発達によっては市民一人一人、また市民のコミュニティ一人一人、まあ、一つ一つの間には交流はもっと盛んになっているという現状はあるんです。でも、それ逆に、その行政政府と市民、また市民のコミュニティの間にはそれほどは交流はまだできてないというか、まあ状態があるんで、だからこういう状態のもとではね、まあ、問題があるんですよ。これは市民のコミュニティの間ではいいんですよ。でも市民と政府の間はどうしてもの問題解消できない。だからこれは結果としてはよくみんな街を路上出てなんか抗議するようになる。だからちゃんといいそういうパイプはできてないと思うんです。オンライン技術、デジタル技術を利用すれば、まあそれは確かにいい方法なんですわ。そういうことですね。谢谢各位。那这段就用我们看。那下次是第四个啊，中国では厳格な都市封鎖や市民全員の PCR 検査など強権的な手法で新コロナウイルスの感染を抑え込み、共産党統治の優位性をアピールしています。欧米や日本などの民主主義国家の方が感染状況は深刻ですが、一方で民主主義の台湾では感染対策がうまくいっています。中国の例のように個人の自由を尊重せず国民を監視制御する権威主義的な体制の方が民主主義よりも優位ではないかという意見についてどのように考えますか。また民主主義を信奉する国々はどのように反論し対抗していくべきだと考えますか。现在是那个第四个问题。实际上是这样，就是现在在就是中国国内大陆这边的话呢，是政府这边是比较严格的城市的这种管控，然后对城市居民的话全员强制核酸呢，包括进出的自由是控制很严。这些强制性的措施呢？虽然某种意义上的话确实有
定的那个效果在控制疫情上，而且呢那个政府这边的话也利用这来宣传那个共产党那个统治的优势性嘛。所以说而同时的话在欧美啊日本这些相对民主主义国家里边呢感染情况确实在一步步的在加深。台湾方面现在是控制疫情比较成功，那从您这边的角度来看，因为现在实际上社会上也存在一部分意见，就是认为疫情之下呀，就是像中国政府这样不太重视个人自由啊，强化监视社会的这种国民等于社会体制的国家，反而比较民主主义的这种国家体制更有一些优势。您怎么看这个看法？另外就是对于那个信奉信仰民主主义的广大的那个人呢，还有国家而言的话，如何去回应还有去对应这个趋势呢？不过在你们一月初你这个题目的时候到了现在去比较的话，不管日本还是美国的情况并没有上升啊，事实上下降了。对，实际上是有一点点改善。だからちょっと1月出したこの内容に比べるとね、少しみんなの状況は改善できたら見えてくると思うので、それほど厳しいとは言えません。まあ、实际上情况有点点有点的变化。对对对，那至于说就是在北京周边的状况也有一点变化，这我就不特别说了。对，所以这个叙事可能没有办法那么清楚的把它当做一个前提了。那不过我想正面的回答这个，就是在北京所说的举国体制嘛，我应该没有记错。确实在好比像说控制人员的迁徙上面，或者是说去确保说包含所谓的封城啊，就是每一个人他你刚刚讲到的被监控的这个状况可以确保上面，这些方面当然是有它实际的效果的。你可以先翻译这句。一つはね、認めるものは確かに出ますので、中国政府は今までやって実施した政策は、例えば出入りの厳しいは規制、あとは監視社会みたいなが、一人は必ずはPCR検査するのは、そういうような政策を確かに効果は出たのは、これは認めるのはもう認めます。对，那这个好处它也伴随着两个比较大的系统性的困难哦。一个是说因为对于媒体自由跟言论自由的管控，使得如果就是国家特别是中央政府不知道的事情，那而且也觉得不是这样子的情况，在民间是非常难传播的，所以它掀起示警的作用，像李文亮医师的那个作用就会受到影响。这个您可以先翻译。だからそういうような強権的なそういう権威社会政府は実施した政策のメリットは認めるんで、でもその一方でやっぱり言論の自由はなんとなく影響されるのはこれも一つじゃないか。例えば前の、まあ、犠牲となった医師の治療を失ったリヴァン・レアン先生もその一つで、みんな結構不満で世論上はいろいろ問題は出たの。那第二个是说当大家习惯了这样子一种没有新闻自由跟言论自由的情况，甚至认为它是经济发展所必须的时候，那么实际上说不定可以同时兼顾社会的活络跟防疫的需求的新的模式，也就是所谓的台湾模式，就比较难被社会上的朋友探索出来。对了，それはモデルの問題としては、今までよくみんなおっしゃったのね、やっぱり台湾モデルはとても成功したモデルで、疫情がコントロールした以上は、社会管理それほど厳しくない、みんな自由あるんで、でももしも中国政府を今やって実施した、まあ、その政策の下で、国民一人ももう慣れてしまったとしたら、じゃあ、そういうような、成功した台湾モデルはチャレンジする可能性は全くなくなるというわけなので、だからそういうような可能性はないとはとても、まあ、残念な。那所谓的台湾模式最后一句就是说不是只是专业的新闻媒体工作者才起到媒体的作用，而是任何的一般的人民，因为大家都有宽频作为人权嘛，也必须要有所谓的媒体素养。而在这一次我们也看到，就是因为市民发挥了各种各样子的正确的讯息科学传播的作用，所以使得公共卫生的这些措施可以在完全没有封城的情况下仍然一直把 R 值控制在一之下，这个就是所谓基于言论跟媒体自由的台湾模式。
だからなぜは対話モデルを成功したというとは、うん、一つ重要な理由は今までねやっぱりデジタル技術を利用したみんなねそういうなんかデジタル素質の AD 素質は相当高いものですから、だからお互いや市民の間にまた市民のコミュニティの間には十分なその知識交流は交換できるような環境はできたので、だから何かあったらまあ必ず自由になんかそれぞれ自分の声を出すのが可能なので、だからまあその一因は、まあ、全くコントロールされていてはまた自由も失われないというモデルは成功になった、うんうんうん、あ、クリア。台湾モデルが日本とかアメリカや他の民主主義国で台湾モデルをやるためにはどうしたらよかったの？いや、これからまたどうすればいいか。他是这样有一个也算是追问吧，因为像在您这边介绍的台湾的那个模式的话，成功的元素很多嘛，包括咱们网络啊，这个技术的大家素养很高，而且能够自由的交流一些意见和知识。然后那如果把这个台湾模式的话，像日本、欧美这边呢推广的话，您觉得需要做到什么地方？对，我觉得很重要的一点，就像李文亮医师当时的讯息，虽然没有及时的传播给武汉的市民，但是却及时的传播给了全台湾的民众。那他得益于我们的一个叫 PTT 的一个网站，那这个网站也就是一个 BBS 站了，这样子一个站点呢，它的特色就是不像是脸书或其他的或微博啊，这些主要是经济部门在主导的言论场景，我们的 PTT 主要是社会部门在主导的，意思是说它是台湾大学的一些学生，不是为了盈利，也不是为了卖广告，完全用开放的方式在经营的一个言论环境。这个好几年之前在北京的很多的大学也有类似的言论环境，现在比较没有。是是是，明白。ヘルソーレイとしてはね、やっぱり同様な形でこういう台湾モデルを世界に広げていくのは、まず、ヘルソーは台湾でなぜ成功したの例を言いたいと。これはなんか PDP という台湾の BBS なんですよ。こういうサイトとても良かったのは、中国大陸の方も実際には何年前もあったもの、今ね、なくなったのは多いんで、微博のような、形なのよ。でもそれほど、ね、微博はやっぱり行政政府の管理下で、一般の会社を運営するサイトなんで、でもこっちの方は、大学とか一般の法人は別ななんか利益を儲けるためでなんかやってるサイトじゃないんです。みんな一般の市民はこのサイトを利用して、例えば李文亮先生の亡くなった話とか、いろんな情報をこっちでも先にはもうみんな分かったので、だから中国のなんかそういう人関係の問題どこがあるか、どういうなんかいいところがあるか、全部こっちでも分かったような関係ができたので、だから台湾は成功できる。所以如果美国或日本等其他民主政体要参考的话，我觉得主要要倡议的一个概念就是所谓的数位公共设施，或者说 digital public infrastructure， 不是说大家在像 Facebook 那样子比较像是酒吧啊、夜店啊、卖成瘾性饮料的地方来进行民主的讨论，而是要在像公共的图书馆啊、公园啊、集会堂啊这样子的地方进行公共的讨论，就这样。だから、今、先生がおっしゃったのは、だから、アメリカのような Facebook みたい、やっぱり、もっとシャレな環境でやるものじゃなくて、もっと公共サービス、例えば図書館のような、デジタル図書館、デジタルのオンライン図書館みたいな、みんな、ちゃんと硬い話でも、意見交換、交流する場所を作ってるのは、絶対は必要な、まあ、方法、手段、と思います。台湾でやったマスクの地図、はい、あれはシビルテックって、シビルテックって感じ、はい、だと思うんですが、はい、それもこの台湾モデルの大きな重要なポイントなんですかね。就是这样，就是之前的话，您那边疫情期间，咱们就是您那边团队推出的一个很有名的，也是那个就是口罩地图，就是那个的话，能Civil Tech。就那个你能介绍一下，那个也可以说是比较一个成功的一个就是例子。
是那并不是我推出的啦，那个是一个叫吴展伟的朋友在台南所推出的。那为什么说是市民技术，或者我们这边叫公民科技啦，为什么叫做公民科技呢？就是因为它不需要国家的批准，它也不需要说服任何官员，它自己就做出了一个任何人都可以回报在附近哪些地方卖完了口罩，哪些地方还有口罩，这样的一个应用，也是在一月底二月初就上线了。可以先翻这一句。だから今何回も言いましたね。別にあの強制政府はどれほど大きな力を持つものはやるもので、普通の一般市民でもちゃんと自分の力で、まあ周りのみんなたとえ小さいところでも助けてくれるというようなものはできるはうちのデジタル技術は利用するいいメリットの皆さん。だからさっき言ったあのマスク地図みたいな話でも。台南の一人の普通の市民は自分の ID 技術を利用して、周りはサンドマスクは売り、まあ、綺麗か、在庫あるかどうか、そういうみんな分かるようなサイトを立ち上げたんです。これ確かに助かったの、みんなのため。まあ、小さいところでもみんなよく利用する方法です。那要注意到的是口罩地图也是建立在之前很长久的包含空气品质空污地图包含我们的水品质水环境的地图有非常多的市民社会已经建立出来的自己去把实际的状况让所有人可以看到甚至因此多多少少威胁到政府的数据的正当性的这样的做法在台湾是非常普遍的。だから今のあのマスク地図は言うとはマスク地図をできる前はいくつのものはあるのを絶対忘れてはいけない。なぜかというととても重要なまあその人さん。例えばの台湾の行政政府と市民の間には空気の問題とか水の問題にいろんなのそういう問題は解消するも一人一人の市民はあのデジタルクッキー地図とかデジタルなんか水地図とかそういうようなすでに汚染の状況とかがひどいというか、うん、あの空気のまあ問題を取り込んでそういうような似たるようなそういうサイトがやっぱりはたくさん開発したんでだからその元のベースの上ではようやく今回の疫情の中にはこういうマスク地図ができたというわけなんで、うん、まあわけあるんです。所以在口罩地图的案例里面我们中央政府很快就协调了所有地方的6000多个药局去确保说他们及时的每30秒钟的售出他们库存的口罩的情况都可以提供给这些市民我们叫 civic hacker 公民黑客啊来进行开发那到最后也有100多个各种各样不同的互动模式不同语言的分析出现也有很多包含我们的立委啊都有提出说循着这个证据可以建议更好的配送的方法等等变成大家都是互相切磋的情况所以这个我们叫做社会创新意思就是我们开门造车那你行你来意思就是市民社会更行的时候我们就采用市民社会的做法我们没有一定觉得政府是跟市民社会好像互相竞争的这样一个关系那也是因为如此所以我们在疫情的过程里面大家信任这个数据不是因为它是政府发布的而是因为每个人都可以自己检查大概这样だから今言ったあのマスク地図はね最初はとても小さいサイトなのよ、うん、でもどん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 成長して大きなものになってしまう、うんうん、これはねあの今まで何か言ったんですよいいあの民主主義制度、まあ、その社会はいいあの民主主義制度というのはやっぱりみんな一緒に立場に立つあのいろんな立場に立つ人間お互い協力し合うというシステムで、うんうんうん、だからさっき言ったあの小さいサイトはなんかマスク地図はだでからやっぱりあの行政政府の方はおこれはすごいサイトを見つかって、うんうん、じゃあ力出したんですよ、うん、どういうような方法というとデータベースはやっぱりあの薬薬のデータベースは全部開放してオープンしたんですよ、うん、あの市民ヒックルあのシブルヒックルに提供するようなシステムだけどだからこういうデータベースは利用してみんなもっといいシステムを開発できるような環境があったんで、うん、だから行政政府薬薬と一般のそういうなんかあの市民ヒックルと協力しながら、うん、こういうとっても良かったシステムができたというわけなんで、うん、だから立場は立つもう全然違う人間たちの協力でようやくできたものなんです。そうするとこれからの民主主義というのはただ選挙で選ぶだけじゃなくて
常にみんなで意見を言い合って、さらにその解決策をみんなで参加して、自分たちの力で参加解決するっていうこと。啊，所以说他这边也是刚才听了您介绍那个就是那个口罩地图的这个成长过程啊，通过最开始一个小小的可能一个网站一个技术，然后最后的话政府这边也觉得很棒，然后让医药局提供数据，然后跟公民黑客你看实际上一个合作的关系，把它培养成一个很棒的一个模式，然后大家都得到好处。所以说您认为的话，实际上真正一个好的民主制度就是应该站在不同立场不同的人，包括那个政府，包括那个法人，包括单位，包括个人，实际上他们虽然可能立场不一样，但可以互相交流意见，然后取到这边共同的点，然后大家完成一个共同的事情，这样是最好。是这样子，那而且我也觉得社会部门所谓 social sector 这个概念不是只是一般性的所谓志愿者而已，而是大家把这样子一种共同治理的想法变成一个部门，这个概念也是很重要的。所以我现在常常都说，先是社会部门，像口罩地图的吴展伟，再是治理部门，好比像说我们的健保署，再是经济部门，好比像说药局跟超商，这个叫做 people public-private partnership. 今さっきおっしゃったの成功のメドのね、3つの部分を協力しながら予防的なものです。一般の市民は開発者の最初のもので、あとは管理のそういう部分はやっぱり行政政府の方ね。あとは運営する自体はやっぱり薬薬は一般の経済の単位なんです。この3つのところは一緒に、力を合わせて予約できたのはこういうものです。だから選挙かどうか別で立場違うみんなの一緒に協力するのはとても大事だと。所以说他刚才也是问您，就是实际上这就可以打破这个选举这个限制，不用受两年的三年啊任期的影响，在无论任期多长多短，都可以把大家的意见统一在一起，然后调整出一个好的方案。应该是说，如果在社会部门已经有一个强烈的共识的话，那么不管是哪一个执政者或者是哪一个执政党，他的工作都是去更好的实践出这个共同的共识，而不是说啊，好像让49%的人觉得被牺牲了。だから、モフレスさん、強調したいのは、言いたいのは、さっき言ったのか、91% は、勝ったとは、もう 49% 負けというわけであって、やっぱり社会全般は、一つ一つはね、共同認識できてから、そのいろんな、管理部門、下の一般市民、また、経済運営の、それほど、みんなたくさんの力を合わせて、この共同認識のためでをやるという方法は、調整するのは、やっぱり管理政府の、選ばれたものの責任ではないかと。うんうんうん、別にどんな制度といってもどんな政府といってもこれは一番大きな仕事、うんうんうん、そういうことをやるのにはやっぱ昔は投票をしなきゃ投票で、はい、大犠牲民主主義だったんだけど、はい、今はデジタル技術があるから、はい、そういうことは可能になってきたということなんですね。所以说他也想问您，您觉得是不是也是就是由这个 IT 啊这个这个数字技术出现之后才能够实现以前之后投票这种方式才选举民意代表才能去为大家谋求福利这种。因为现在有了这些技术之后才能够实现一个新的那种自己的诉求，有这个方法和方式。像我们看古老的雅典的情况下，一个卫城啊，或者是一个广场啊，它基本上就是站那么多人，那一次能够倾听的人数确实是有限的。当然后来也有像广播或者电视这样的技术，但是发言权或者在你们这边叫话语权嘛，还是主要在少数的人手上。但是网际网络它确实使得任何人只要他的想法值得在社会上被传播，而且没有被言论查禁的话，任何人都可以拥有这样子社会部门的组织跟话语权的。所以我觉得这个是客观环境的一个不同，确实可以说是数位技术造成的。確かに客観的な環境はデジタル技術はできてからみんなそういうちゃんとする権利もと可能性は持つようになった。例えば古代雅典の古代文明の雅典のようなみんなね古い時代で広場の立つたくさんの人をね、でも立つ人がいくらでもやっぱり数千人
その前数百年でも、うん、でも時代は発展と思って、うん、あのラジオとかテレビとか、うん、いろんな新しい技術が出て、うん、もっともっとそういうようないろんな形になつそういう広場ができたんですね、うん、でも今の一番新しいのはそのデジタルオンライン技術、うん、インターネット技術を利用して、うん、もっとたくさんの人は参加できる環境ができたので、うん、もっと広い広場になったんです、うんうんうん、あでもあのもちろん重要なのはこの一人一人はね日本のそういうものか話は必ず価値あるんですよ、うんうん、もし価値ないものはみんな聞くわけですよ、うんうん、なので価値あるものはその言う話はそのフェロー側を通してもっともっとたくさんの人を聞けるようになったのももちろんいい話だ、うんうんうん、明白。次の5番の、はい、5番、中国は昨年6月に香港の国家安全維持法を施行して香港の自治、自由を奪いました。また中国は台湾統一を目指して圧力を強めています。台湾はどうするべきだと考えますか？また他の民主主義の国々はどうすべきだと考えますか？あ、这样是等于现在是第五个问题，然后再跟您问一下。啊，这样他跟您解释一下，他可能要照相，然后我们这边是这样，有一个截屏的照相，然后那个。还有一个就直接的那个直播的情况的照相跟您再说一下，他现在可能没问题，我今天坐到这边然后跟您再说这个问题。嗯嗯啊，那个，不好意思，有点那个。没问题，没问题，行。第五问题的话是这样的，也是那个这边的话是在去年的六月份嘛，就是有关香港的国家安全法的话是大陆政府刚刚出来。对香港的自治的权利呢还有港人自由造成了很大的影响。同时呢中国政府这边大陆政府的话一直也是坚持就是统一台湾的一个目标嘛，也是在为此不断的施加各方面的压力。请您的话就是就这个台湾方面如何去应对这个应该采取什么样的措施，还有世界上还有其他的一些民主国家嘛，为此的话应该采取什么样的措施和对应。是我们的陆委会在这个方面有一个很明确的说帖。那这个说帖它一开始就是说这个所谓港版国安法的设定啊，它的制定对于我们在台湾这边的民众对于这整件事情的关切啊，其实是因此升高到一个非常高的一个高点。那这个呢不管是民调啊还是其他都显示说大部分台湾这边的民众是不认同在没有香港人的实质参与民主参与没有正当性的情况下去制定这样子一个侵害民主自由跟司法独立跟就是对所谓的一国两制啦提出了相当大的损害吧，这样一种立法。明白。啊，那这印这个，那我给大家翻译一下啊，这样。だから台湾はすでにはね台湾の大陸委員会の組織がありまして、うん、これは主に台湾共務を担当する役所で、うん、こういうなんか正式なコメントはすでに出たことがありましてその中を見れば分かりますのでこれはもちろん台湾政府はこれを認めませんというわけなのであとは一般の民衆の世論調査でも分かるように香港人民の支持を得たない上ではこういうなんか香港安全法的なのは全く認めないと、うん、やっぱり香港市民香港人民のためで香港業務は中国政府だけを管理するのはちょっと話にならないんだろうけど、うん、那至于就是可能你们也有注意到蔡英文总统在新年谈话里面也有 提出一个想法，就是说我们台湾的地位跟我们跟北京当局关系的稳定啊，已经不是是双方关注的议题而已，也是包含整个印太区域甚至是全球的一个焦点。啊，他们啊，不好意思，だからもう今おっしゃったのは台湾の蔡英文大統領もすでにコメントも言いました。これは台湾香港だけまあ。アジアだけものじゃなくて、もう世界でもみんな、一つの国には結構関係はとても重要な話になると思ったので、うん、香港はその独立の反対法、まあ、香港の業務、中国の業務だけのものじゃないと。那蔡总统也提到说、
期待说两岸人民呢、啊，在特别是疫情如果获得有效控制的话，可以透过交流来增加理解，减少误解。那当然，疫情在还没有完全控制的时候，理论上网际网络，这是我的说法了。网际网络也是可以做到一些交流的。不过当然就是言论查禁，让这件事情变得比较困难一些。だからもう、まあ、台湾の蔡大統領もすでに発言の中にも言ったんで、中国側は、まあ、大陸、台湾は両方の誤解を招くするようなものは絶対はしたくはないんで、だからどん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 交流する、すればするほどは、それも喜んで期待してるんで、でも今、やっぱり疫情の影響がありまして、なかなか難しいではないと思ったんで、もちろん私は今まで何回言ったの、オンライン、デジタル技術はそれは可能な一つのパイプになると思ったんだけど、まあ、これももちろんとても良かったと思います。うん、じゃあ、6番で、日本はデジタル技術の社会への応用が遅れていると言われますが、日本の民主主義、それからデジタル社会についてアドバイスをお願いします。啊，这样呢是进入到最后一个问题，然后再跟您占一点时间。一般的话认为的话，就是日本的那个数字数位技术的普及，相对上比较其他的一些世界上的发达国家，欧美的话可能存在着一定的差距和不足。所以说就日本的民主主义同这个自身的这个数字技术的未来的发展方向，请您再提一些宝贵的建议和意见。我想刚才所说的就是在数位世界里面的公共设施这样子的一个想法，我想在日本也是有一定的支持的。那好比像说他们的数位厅，他们的行政改革的这个过程，现在都是往这个方向在发展。所以我觉得只要方向是正确的，那么广大的不管是社会部门还是经济部门的创意跟创新，就可以让这件事情不是只是政府单方面的推动，毕竟一个民主的政体最可贵的就是充满创新活力的社会跟经济部门。我跟他解释一下。だから今同時におっしゃったのは日本はそういうような一般的な見方あると思ったんですけど、でも実際はね結構日本側はもう積極に対応してるんではと思ったので、日本のデジタル大臣とか、そのデジタルのそういう利用方法のいろんな手を出してるんでわかるので、もしもそういう方向は間違いないと以上は、まあ成長すればするほど、やっぱりいいそういうなんか社会になるとは信じてるんです。うんうんうん。那我最后加一句，就是我也很高兴看到日本的社会部门对于好比像说 My Number 啊这样子的设计，它是尽可能要促进社会跟经济部门之间的互信，而不是单方面的让治理部门取得监控的正当性，这样子的一种想法，我觉得是非常促成民主的。那台湾也是在往相同的以人权为主的这个方向发展，就这样。日本は今ちょうど導入しているマイナンバーみたいなんかそういう新しい技術を利用する、まあ、制度の一つなのでとても良かったと思ったんですよ。これはね普通の行政政府の、まあ、利用、まあ、技術新しいできるインターネット利用、まあ、技術を利用して自分の制度性はもう証明するわけじゃなくて、やっぱりみんな一人一人の力を合わせてもっと活発的な社会を作るためではそういういいシステムと導入するのとても良かったと思う。だから日本側のようなこういうようなサンプルとしては、台湾もこれは利用したいという気持ちは、まあ、やってみたいと思ってます。日本の今後の民主主義の発展について何かアドバイス？实际上也是，您觉得就是日本的民主主义的这个未来的方向，您有什么您的看法？就是今后的一个。我一向都觉得数位就是不止一位，这个很难翻译，所以它可以让每一个人在数位世界里面接触到不只是他旁边的跟他相同年纪的或者相同文化的或者是相同场域的邻居，而是所谓天涯若比邻嘛，可以接触到完全不同文化、不同的场域以及不同年纪的朋友，所以这三者中间的协
协同合作跟结合，特别是我们这边叫轻盈共创，就是很年轻的朋友跟很资深的朋友一起来想怎么解决社会问题，而不是彼此对立。我觉得这在台湾已经看到初步的成果，也是我觉得日本很值得参考的。あ、だからとてもまあ多分台湾の成功したの一つはまあ日本でも学んでもいいじゃないかと思ったの一つはね、やべえその IT のデジタルの技術を利用してあのいくら距離を置いてあのお互いのそういうなんか、たとえ年齢差をいくらあったといても、たとえお互いの地位はいくら差をとっても、お互いは全然自由にあの距離をなくても交流できるなんかそういう環境はある。というわけなので、こういうようなあの確かに、ね、台湾はどん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 成長的なので、もう見えてくるんですよ。だから日本でも同じようなものは導入して、みんな同じような例えばいくらさあってもお互い交流できるような環境を作るのは一番いいではないかと思います。もう少し時間があるので、ちょっと今過去前のやつとちょっと被るんですけど、トランプの4年間や民主主義のこのやっぱり、限界っていうのが世界で言われてて、でもこれはやっぱり限界はない、もっともっと良くなる、民主主義は中国では民主主義よりも権威主義的なものが共産党の方がいいと言ってますけど、やっぱり民主主義がまずいいのかどうか。で、就まずそこから。じゃあ、还有一些时间想再占您近一点啊，因为还应该我们有一个小时，所以说最后还再用点时间占您再提个问题。然后就是还是回到那个咱们的那个问题的根本，就是民主主义这个制度。然后是这样，因为是刚才也是说过，特朗普前总统的话，这四年间的话，大家就社会上对民主主义这个产生了很多疑问了，它的线。极限它的问题，从您的角度来说，民主主义这个制度本身的话是好的还是不好的？它有没有未来的发展性？我想就像美国的一个年轻的桂冠诗人在拜登的就职典礼上面所说的，他说But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. 就是说，民主主义虽然可以暂时被拖延，但是不会永远被扼杀。だから今、バイデンの就任式のところは有名な指示のはちょっとシーはあるんですよ。この指示の中にはそういう、まあ、内容がありまして、民主主義はいくらそういうなんか邪魔されるといっても、未来の、まあ、そういう殺されるのは必ずはない。だから先を必ずは見える。そういうことか。そうだな、あとは。じゃあこれあともうちょっとあるからね時間でまだ終了他现在想在这个看看想再问您一两个问题可能再还有几分钟不好意思估计你個人的那个，那那，嗯，那个，啊，是的，那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 ，啊，这样他说有一个这个比较专业的一个就是数位的一个网络一个叫做 diversity 是那个 LGBT 您就是对就是同志嘛对知道的就是同性双性跨性别我刚才我就这个的话想问一下您的一些想法您的一些观点是刚刚去因为看到彩虹口罩才问的吗对我来讲这件事情本来在数位世界里面就是
比较自然的，因为电脑根本不会问我的性别或者性倾向嘛。まあ、ただ、自然のことは本当にそうなんで、まあ、パソコンから見ると、人間それぞれは性別とか、まあ、特に、まあ、意味はないので、同じもの。所以可以说是它有机会成为一个比较安全的空间，因为在实体的世界里面，如果一个人不管是在性倾向或性别认同或其他方面是少数人的话，往往会觉得发声比较困难。但是无论你再少数，你到线上找到志同道合的社群的话，那就不是少数的感觉了。而且每一个人都可以用自己在相对少数的那种经验去同理他自己是优势。而其他人是少数的这个情况，所以与其说多元跟涵容 diversity and inclusion， 我更喜欢说 intersectionality， 就是多元交织的这种互相体谅、互相同理的这种感受。明白。例えあの性別違和は、まあ実際の現在の社会では少数派に立つ人間は、でもオンラインの環境にあの入るとは全然平等で同じようなまあ。対応できるような環境はありますので、だから、モード自由にもっと、まあ、あの平等でなんか活用できるようなものなんです。それはまあ良かったと思いますね。なるほど。まあ、もうちょっとあるんですけど、少しまだ戻りますけど、民主主義以外 の、 あの中国で行われているのがいけたっていうのは、どこからやはり限界が来るというふうに思いますか？質問としては。さっきやったああいう中国は民主主義じゃないやり方で、新型コロナを抑え込んだり、こちらのやり方の方がうまくいってると言ってますけど、でもやはり民主主義じゃないやり方っていうのはどこかで、難しくなる。こういう方法を使うとはもっと難しい。そうそう、中国のやり方っていうのはどこかで限界が。ようやくは中国側の限界には見えるのは事実だ。わかりました。啊，他想在这也算一个追问的问题啊，因为刚才就是介绍嘛，就是大陆这边政府的话，使用一些那个比较有权威的那种就监视会的这种手段嘛，某种意义上是有效的控制了那个疫情的，它那个更大的扩展，但是呢，其实就是您认为就是在这种使用监视啊、权威啊，就是比较那种这种控制性的社会制度下，它会不会也出现它的那个极限、它的问题的？出现就是总有一个极限到头的、可是这个我刚才回答过了，就两个嘛，一个是说像李文亮医师那样子一个先期的警报比较难被这样子的体制所容许传播，那第二个就是更好的能够兼容社会自由跟防疫的成功的像台湾模式比较难在这个情况下被研发出来，对。さっきは一応、まあまあ、答えは2つ置いたんで、だから李文亮先生みたいなんか問題なって、あの社会世論の問題をとてもみんな不満ありまして、こういうなんかトラブルがそうだ。もうですよね、台湾モデルのような成功したモデルはチャレンジすることも全く不可能になったというわけで、だからもうみんなようやく厳しい環境を慣れてしまうと、もう不可能な可能性はなくなる。だからこの2つは答えですね、やっぱりあの人類にとっては民主主義の方がより可能性を伸ばせるっていう。他是这样，再还回到根本上，就是从人类角度来说的话，民主主义制度它的优势，您觉得它的话对于人类这个社会的发展来说，是一个更有利的、更能够让人类社会一个完善发展的一个制度吗？它能够是怎么说呢？就是一个善的一个好的制度。不过这是在跟什么相比呢？对不对？どういうなんか比べると、そういうのです。民主主義的社会に比べると、より自分をたちの力を伸ばしたり、私たちによって幸福になるということですよね。だから民主主義の制度に比べると、どういうなんか制度に比べると民主主義はこういう。今のところ民主主義以外ではないですよね。他说就是目前的社会来说呢，主要就是民主主义，还有像中国还有俄罗斯这样的权威主义的这样两种国家嘛，就基本上就现在的一个社会环境下，现在的国际环境下来看的话，您觉得是能这样？我觉得这有一点简化啊，因为就您刚刚举的这两个政体的性质也非常不一样，所以很难一概而论。对，
对，但是我想是这样子讲吧，民主它在实践的时候，如果是朝向着去包容各种不同的文化、各种不同的性格、各种不同的人的状态的话，那当然在一个新兴的状态出现的时候，当然是比较能够想出创新的应对的方式。我想这个几乎没有人会反对的。那我们刚刚讲到说民主可能会被延迟，一部分的原因也是因为说大家的立场之间的激化呀、对立啊，这些好像让大家去更聚焦在人跟人之间的障碍，而不是大家共同的价值或目标上。那但是这是民主主义自己碰到的阶段的挑战，而且我们现在也知道怎么样克服它。所以我是把民主主义自己跟自己比较不会是说去跟其实我很难觉得能够一刀切的其他东西比较。あのちょっと先の質問は少しざっとした質問なんで、だから今ナス先生がおっしゃったのはね、民主主義は今の民主主義とこれからの民主主義はこれだという意味なんで、だから民主主義時代はね、今まで時代はやっぱり人と人のつながりは大事するのはいいんですよ。でもみんなのよく注意するのはね、人と人は協力するよりはお互いは競争しながら、お互いはなんかそういう売ったりなんかそういう対抗するようなものを注意。でもその人と人を対抗するよりは人と人の協力方法はもっと重要するものじゃんだけど、だからみんなとみんなの共有するその価値観という大する時代は制度をね、やっぱり民主主義の時代はできるものです。民主主義はあるからこそはみんなのお互いは協力する価値はまあやっぱり探す可能なので見つかるのも可能。だからこういう制度は成長することはもっともっといいものは満たすことが可能だと思うんです。あとね、もう一つ言いたいのは、民主主義というものはね、やべえ私は今のクラブとは、さっきベルン大統領就任式もいたんですよ。民主主義は例えば遅れたところがありまして、例えばいくらの他のものに邪魔されるものとしても、成長する可能性は、だから、その未来は殺されるのはまずはない。だから民主主義の中にはいろんな可能性は、いい共有する価値は生み出すことが可能だということです。分かります。李文亮さんのとこと多分被るんですけど、やっぱり政府が全部決めて管理をするというやり方は、どんなにうまくやったとしても、人間にとって幸せではない。这样的，他是有在，可能也是最后一点时间在问一个问题啊，就是实际上有一点就是跟刚才李文亮那个医生的有一点关系，就是政府的话全权交给政府来管理，所有的事情都要政府来去做。或许某种意义上可能有些让事情能够更顺利解决，但是它也会出现很多的问题。这个是让大家有些这样的观点吧，所以您怎么看待？能不能所有事情都交给政府来做？怎么样做才是对的？我自己是认为说，政府的特色在于它能够去确保它自己统治所需要的正当性，而这个正当性来自于及时回应社会上面的状态。但是如果他连不要说民主了，基本的新闻或言论自由都没有的话，那么一个政府要明确的、精确的了解到社会上实际发生的状态，好比像说一个新兴的传染病啊，那这方面的能力可以说是自己把自己限制住了。可以先翻这一句。だから、キリスト政府はちゃんとみんなの期待は応えるできることかというとね、まずはね、昨日自分の正当性はどこまではできるという意味なので、でもね、正当性の方はまず第一のはね、みんなの声を聞き取れるかどうかの重要なんです。みんなの意見があって、声があって、それを反応して答えるのは、その場で解決すれば、もちろんいい政府になれると思うんですよ。でも、李文亮先生のような、やっぱり、その場合は、政府は何もかもすればやると。しかも、基本的なみんなの、世論の自由も、新聞は世論、まずそのメディアの自由も全くない時代では、それは全くありえないじゃないですか。那所以
因为刚才有提到关于不管是性倾向还是性别认同上面的少数的朋友嘛，那有一句话叫做 Nothing about us without us， 就是关于我们的事情必须要有我们的参与。那这个呢，不是只是一个人权的概念，这个也是在正当性上面一个很重要的概念。因为如果没有能够实际理解这些族群的朋友们在参与决策的话，也就是说完全不明白完全集权的话，那实际关于这些朋友的事情就很容易被牺牲掉。这不一定总是出于恶意，但是这会让正当性不断的受到威胁。だから今おっしゃったのは一つの政府は協力機関は自分の正当性はどのように保持するというのをね、やっぱりみんなの意見はみんなの声、みんなの存在はまずは知ることなんですよ。たとえもう、あんまり強力な政府としたら、別には自分は悪意でやるわけじゃないので、この話は、この存在すらは知らないという時代もありますので、自分の言う権利はないですか、自分の言う場所もないので、だから全く政府から見るとは、存在してないものようなものなんです。それは悪意じゃないという状態でやってしまうのはあります。所以要维持这样一种一切都交给政府吧这样子的一种稳定吗的意识状态其实对于正当性是一直会每一个新的情况来的时候就会再有一次很严重的挑战那这个我想是大家都看得到的我就回答到这里。我就跟他说一下だからもう今言ったんですね正当性はどんどんどん成長するものなんですよ。ヘドヘドスは全部政府を任せるとは、その成長時代はできなくなってるわけなので、まずは大変な問題になると思う。わかりました。ありがとうございました、どうも。ありがとうございます。非常感謝您的翻译。跟您那边学到很多东西也是，非常感谢。那之后我们再跟黄子维先生联系，然后报道。我会把这个录影先放在 YouTube， 但是不会转成公开。那我们通常就是等你们的报道出刊之后再公开。好的，好的，非常感谢。那非常感谢。じゃあ大体いつでもします。まだちょっと今上と相談して、でもそんなに遠くない。那我们这边的话，跟社里边把那个报道的情况跟他们汇报一下，然后我们把那个材料整理好。应该是近期会出来，但具体时间下。还不知道，然后到时候跟紫薇先生再联系。好，谢谢，那就今天先这样啊！祝大家这个生生不息，新春对对，新春愉快，live long and prosper。好，拜拜，拜，再见。